先週ね、ちょっと高須クリニックの院長先生にね、ちょっと向けてお答えありましたね。お答えありましたね直じゃないけど、はい、関わりたくないと、いうふうに、なんか、ツイッターかなんかでしたっけなんかで、ね、ご返答いただきまして、見事ね、残念ながら我々のね、うん、夢のスタップ細胞に向けてのこのね、うん、夢列車は出発することなく、終わってしまった。多分ナインティナインのオールナイトにも関わりたくない小宮のね、小宮の全部やね。そうですね、インパクトコンパクト送ったんですよねでもじゃあもう関わりたくないって言って、それ聞く前やったから、それはな、おいらこんな残念なことないですよねなんか頑張ってる人をやっぱり応援したいんですって先生は。だからちょっとずるいと、いうふうに、先生はおっしゃってたということなんですけども。そうね、まあこれいろんなその雑誌なんか見てても、僕はなんか擁護派という文春には擁護派ってなってたんですね。書かれてたよ。そこそうですかね、まあようわからないんですけど、擁護してるかどうか。ただただ僕はもう先生がお金出してスタップ細胞をこうね再現するとこまでやったらどうですかっていう提案しただけのことで、擁護もクソもないんですけれども、ただまあ本当にもう理研の副センター長ですか、笹井さんも記者会見やりはりましたけども、僕らみたいなアホはよくわからないんですけども、一回だからその論文とかもね、その撤回するせえへん、別にどうでもいいんですけど、一回まあ引っ込めてもっぺん完璧にして出せばいいのにね、うん、って思いません？それもだからもう小保方さんとバカンティさんが撤回せえへんっていうから、あれ論文撤回できないわけでしょ、うん。でもセンター長は一回だから一回引っ込めて完璧な状態にしてまたやればいいっておっしゃってるんですけど、それもあかんという。でも大半の人がもう、引っ込めてもいいよって言うてんのに、その二人だけが引っ込めへんって言うたら引っ込められないという、うん、なんかねややこしい世界ですね、科学の世界って。そうね、なんやろな、やっぱ体育会系じゃないから分かれへんね。体育会系じゃないか、うん、体育会系やったらなんかもう別に、あ、体育会の話、そう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 、やっぱその理系でもう そんな世界からやったんです。俺らにはやっぱ理解できへんねんな撤回するしないはなんか科学と関係ない感じもするけどね、違うとこの意地の張り合いなんかな、うん、なんやねんやろと思うわ。でも普通に考えればそう思いますけどね、うん、で、おぼかたさんできる言うてはんねんから、ほんならもう一回やってパーンともう全部やりゃええのになと思うねんけど、それもあかんやろし、どんどん関わりたくなくなってくるのもあるんでしょうね、そう周りの、まあまあもう偉いさんも、うん、だ結局先生が言うてんのが正解かもわからへんね、うん、うん、だんだんこの関心も薄れていくやろし、関わりたくないというふうに思う人がどんどん出てくんやろね、うん、そうね、うん、まあもうしょうがない、関わりたくない。先生どうですか、逆にうちの番組のスポンサーになりませんか先生、余計関わりたくないやろ出す理由がないもん、やっぱり委員長からしたら。いや長いこと、ナイナイオールナイトに長いこと頑張ってますよ我々もね、もう最長記録作ってますから先生頑張ってるって自分で言うてもだどうですか、このラジオにも先生関わりたくないということなんでしょうか、うん、なんかこうやってこうね、ラジオを通じてツイッターで帰ってくるというなんかおかしな今のこのご時世
まあ、委員長ラジオやってやらへんからね。ねえ。なんかでも、うまいことそのメディアミックスと言いますか、うまいことこう、ラジオというメディアと、そのツイッターというね、その、なんていうんですか、メディアがうまいことミックスしてるっていうこともね、考えられますもんね。うんうん、どうですか、うん、先生。ちょっと、また、ツイッターでお答えください。もう関わりたくないって言うならもう僕はもう二度と、イエス・タカスクリニックって言わ、ない。そんな宣言もしなくていいですよ。そうですね。もう絶対言うてまうから、これは。イエス、イエスってついたらもう絶対もう反射的に言うてしまうんで。いや、コマーシャル流れんねん、もう。そうなんですよね。言おったら。うん。で、やっぱり、イエスって言ったらね、やっぱりね。うん。タカスクリニックですよ。先生とか、この、ヒゲのレーザー治療とかもやってはるんですかね。やってはるでしょ、もちろん。ああ、定期的にちょっと。もちろん。先生自身も、脂肪吸引とかしてはったよ。シックスパックなってるって言ってたもんね。そう。ちょっとその先生考えてみてください。お願いします。うん。いや、もうなんか関わりたくないって言ってるから、どうやねんやろうな。それはでも関わりたくないっていうのは多分スタップ細胞と言いますか、うん、そういうのには関わりたくないって。関わりたくないと、うん。いうふうにおっしゃってますけど、このラジオに関してはもしかしたらね、可能性あるかもわかりませんから。なんでやねんやろ。なんで急に来て高須委員長に、ナイティナインのオールナイトニッポンのスポンサーになってほしいってなったんやろ。なんでやろうね。なんでそうなったのか。なんか流れがね、今、時代の流れがそうなってるんじゃないかな。うん。っていうふうに思うんでね。よかったら検討していただけたらありがたいなと思いますね。うん。うん、この、お答え返ってくるかどうかわかんないですけども。来週なんか来てもらってね、ボイパー先生も一緒に、ボイスパーカッションどうかなと思って。興味もし、奇跡的にあればね。ね。うん。うん、機会があったら。そうか、ホリケンを決定してるからね。ホリケンからのバトンタッチっていうのもありますけどね。ホリケンと高須委員長とのボイパっていうことも、まあまあでも先生ね、お忙しいでしょ。めっちゃ言うてるやん今日も。高須委員長先生って機会ありましたらね、お願いします。